皆さんこんにちは。レック専任講師の伊藤です。それでは2024年6月試験向け CFP ガイダンスを始めます。よろしくお願いします。今回は国際ライセンス CFP の魅力と将来性というタイトルでですね、これからガイダンスの方を進めていきたいと思います。資料もありますのでね、画面の方でもその資料を映しながらですね進めていきたいと思います。手元に資料のある方はですねその資料の方も参照していただいて、そして聞いていただければと思います。まだ2024年6月試験ということで、少しですね試験まで時間があるかなというタイミングでこのガイダンスを聞いていただいている、見ていただいている方もいらっしゃると思うんですが、やはりですねこの CFP の試験の受験合格、これを目指すにはやはりですねこの計画的な勉強ということが必要になります。今回のガイダンスはですね、その勉強に入る前、勉強のやり方に入る前にこの資格の制度であったりとか、それから試験の概要ですね、そして勉強の方法と、こんな形で3つぐらいのですね大きな柱、これで進んでいきたいと思います。この CFP の試験をですねまだ受験をするかどうかをですね今考えている最中なんだという方も中にはいるかもしれないですね。もちろんこの CFP 試験というのは科目合格ができますから、すでに受験をして、そして科目の合格があって、でさらに次の科目に進むために何か情報を得たいという方もいると思いますが、今回はですね特にこのガイダンスでは初めて CFP の受験に当たろうという方にですね向けて特にお話を進めていきたいと思ってるんですけども、受験をするかどうかですね、これをちょっと今考えてるんだという方、おそらく2級の FP の試験に合格をしたとかですね、あるいは AFP の認定を受けたとか、こういう段階で次のステップを考えているところではないかと思うんですが、このFP というのはですね資格制度、やや複雑ではありますけれども、その上級の資格になるですねこの CFP、これの合格、そして CFP の認定者と呼ばれるんですがになることが、この FP 資格のですねやはり上級であり、そして一番の最終地点ということにもなりますから、こうやって勉強をですね続けてきて、そして2級試験合格ということになれば、さらにもう一歩ということでですねその上級資格である CFP ぜひ目指していただきたいんですね。もちろん FP の資格というのはそれぞれのですね3級2級とこうありますので、それぞれの特性というのがありますよね。例えば3級であれば、これはもう生活者としてのですねもう基本項目の勉強であったということだと思います。そして2級ということになると、やはり仕事というところの関係性が強くなりますね。実務的なということにもなっていって、今現在もですね企業の中などで活躍されている方がこの2級 FP であり、あるいは AFP でありという方も多くいらっしゃると思います。ただこの企業で活躍するにしても、あるいは個人でですねこれから独立する、起業するということになれば、さらにその上級資格を得るということ、これがおそらく必要になってくると思うんですね。そこでそれが CFP だと。でもちろんですね2級合格の方は1級 FP という資格もありますからね、この1級についてもこの後資料のところで1級とその CFP の違いと、その関係性ということも少しお話をしていきたいと思っています。この2級にですね試験合格して、受験を、していこうということで、初受験という方に向けて、1点目のですねまず資格の制度についてお話をしたいと思いますので、ちょっと画面の方でこの資格制度まとまっている表がありますから、ちょっとそれに移っていきましょう。最初のところにこのタイトルがあってですね、そして資格が全体で表になって書いてありますね。一番左のところが CFP とあるところなんですが、一度この資格制度を整理しておきたいと思います。左側の2つ、この CFP であり AFP でありというのは、これは民間の資格なんですね。日本 FP 協会が認定をしている民間資格であるということ、そしてもう一つが国家資格となっている技能士資格ですね。こちらの方に1級、2級、3級ということで FP 技能士資格というものがありますね。このようにまずこの表で、中央の線でですね、この中央の線のところで、左右に分けてもいいと思いますが、この民間資格とそれから国家資格に大きく分かれるということになります。で今回お話しするのはこの CFP の試験に向けての資格制度なんですが、じゃあ受験をするための要件ということがあるんですね。これがこの表の中の最初のポイントだと思います。 CFP の試験の受験をするためには AFP の認定者になっておくと、これが必要なんです。ですから AFP の認定者とまだですねなってない方は、
これ CFP の受験が、まあ、できないということになりますから、この受験要件を満たすようにですね、 AFP の認定者になるということを、これをまず進めておかなければいけないですね。すでにここを整っているという方はもう受験要件を満たしているということでいいと思うんですが、じゃあこの AFP の認定者となるのは、じゃあどういう手順だったかということをちょっとまあ振り返りになるかもしれないんですが、その一つ右側、認定研修の終了というのがありますね。AFP 認定研修を終了すると、これが AFP の認定者になる要件の一つなんですね。ですからこれが一つ、まあ、ちょっと1と書いておきます。これが一つで、もう一つは試験でいうと、こう右の上に書きます、2と書きました、2級 AFP 技能士、2級の試験に合格をし、そして認定研修の終了をする、まあ、これによって AFP の認定者だということになりますから、これどちらか、これ1番2番と書きましたが、どちらが先でも構わないんですね。もちろん2級 AFP の合格が先で、その後に認定研修を終了でもいいと思いますけれども、いずれにしてもこの2つ、これが揃うことによってこの AFP の認定者であるということになりますね。AFP 協会に、まあ、その認定者となるための手続きをするということになって、そこで CFP の受験要件を満たすということになっていきます。AFP 認定者でないという方はこのあたりまず留意いただきたいと思いますね。でその下のところの資格の更新というところにもちょっと触れておきたいと思うんですが、この民間資格の方はこれ更新が必要なんです。2年ごとの更新が必要とありますが、まあ、これに対比すると技能士の資格の方は更新はありません、いりません。ですから2級であり1級であり、この技能士資格、まあ、試験を合格したということになれば、この技能士という資格はある意味一生ものなんですよね。2級に合格、1級に合格、そこからもう一生その資格者であるというふうに言ってもいいと思います。ただ CFP の認定者であり AFP の認定者でありというためには、これは更新が必要になりますね。2年ごとの更新、更新の手順についても日本 FP 協会のこれ、仕組みの中でですね、詳しく説明がなされているんですが、継続教育の受験、継続教育をですね、受けるということが必要なんですよね。試験ではありません。継続教育と呼んでいるわけですから、まあ、継続的な何らかの勉強をですね、2年間の間に繰り返していく必要があるんだと。でこの更新のためにはですね、単位という言い方をしてるんですけども、すでに AFP 認定者になっている方はこの単位という言葉ですね、少し理解いただいていると思いますが、 AFP の認定者であるときにはこれ15単位ですね、2年間で15単位が必要ですと、こうなっています。で CFP の認定者になるとこの単位は2年間で30単位が必要ですと、こうなっているんですよね。15、30、まあ、これ勉強する時間数と思ってもいいでしょうね。1時間、まあ、15時間、30時間とこう考えて、それの継続教育を、まあ、受けると、まあ、こう考えていいと思います。教育を受ける以外にもですね、例えば、いろいろな簡単なですねミニテストを受けるとかですね、いろんな方法がありますので、いずれにしてもこの更新がいるんだということを覚えておきましょう。でこの更新がいると必要なんだということを、じゃあちょっと違った観点から言うとですね、常に FP としてその、まあ、当然ながら仕事の信頼性などを持っていなければいけないわけですから、新しい情報、これを得ることができる、これがまあいわばこの更新の、まあ、メリットと言ってもいいでしょうね。過去に受かった試験でその後あまりアップデートしていないと新しい情報が入っていないということにもなりかねません。ただ CFP であり AFP でありということになれば、この更新のための継続教育を受けることによって、その時その時のですね、新しい必要な情報が身についていくことができますね。そのためにもこの更新だという、更新があるということを一つの FP 実務家としてのメリットなんだと、こんなふうに考えておいていただいても良いと思いますね。そしてその下のところです。国際ライセンスというのが今回のタイトルにもなっているんですが、アメリカをはじめとしてですね、各国でこの FP の資格というものが業務として行われていますね。で日本では今現在その下のところにもありますが、CFP 認定者数ですね、これ直近で約2万6000名とこうなっています。最もこれ人数が多いのはやはりアメリカですね。アメリカの方は直近の数字ですと、まあ9万5000人ぐらいなんでしょうかね、の CFP という人がいてと、まあ FP ということでそれを CFP だということで9万5000
で次に多いのが今現在中国なんですね。3万人ぐらいの CFP が中国の方には資格者として、いるということになって、25カ国でこの FP のものがいる。そして国際ライセンスですから、日本で CFP 認定者となったものはそれは国際的なライセンスを保有するんだという考えでもいいと思いますね。下のところにこの資格認定会員、これ日本 FP 協会の認定会員というふうな言い方でいいと思いますけれども、の着実な伸びというのもこの表の中、グラフの中でも見て取れますかね。AFP の認定者がさらに CFP になっていくということで、で新しく AFP 認定者が増えていくという流れの中で、会員数が今すべて20万を超えるというところまで進んできたということでしょうか。このあたり、資格制度の話を中心でした。ちょっと情報の提供ということにさせていただいて、それでは次の資料に移っていきましょう。2ページのところなんですね。ここで、今度試験のですね、内容ということを見ていきたいと思います。試験対策につながる話、試験制度と言ってもいいと思いますね。まず試験の概要というところなんですが、一番大切なところ、試験の日程がここに大きく出てきました。試験日程2024年6月9日16日2日間試験が行われますね。CFP 試験というのは6月とそれから11月年に2回行われているんです。でこの年に2回6月11月の試験のですね、もうこの日程というのはほぼもう固まっていると言ってもいいでしょうかね。第2第3日曜日を使って、2日間の日曜日連続してですね、この試験日として試験を行うということになっているんです。ですから今度の6月で言えば9日これが第1日目、そして16日これが第2日目と、こういうことにすでに決まっていますね。その試験の日付とともにですね、じゃあこの内容というところを移りたいと思うんですが、第1日目金融資産、不動産、そしてライフということの3科目、第2日目リスク、タックス、相続、この3科目、科目合格ができるということは当然科目受験をすることになりますので、科目別に試験が行われていくということになります。2級までの試験というのは学科試験と実技試験ということで、科目でこう分けてですね、試験をするということは FP 試験はありませんでした。ただ唯一この CFP の試験については科目別受験ということになりますから、つまり6科目ですね、それぞれの受験をすることが必要になります。そしてこの6科目すべてに合格をして初めて CFP の合格者だということになっていきますね。各科目120分です。2時間ですね。で2時間、これ上のところ120分と書いてますが、今度表の下のところ出題の問題数、これ50問とありますよね。ですから、2時間の試験時間の中で金融の問題が50問、不動産の問題が50問、こんな感じで、構成される試験を次々と行っていくということになります。そして形式は4択ですね。もちろん文章としての適切不適切であり、あるいは計算をして適切なものを選択するということでですね、すべて回答方式はマークシートということになっての4択での形式、こういう試験が行われています。そこにももう一項目ありますが、1科目ずつの受験及び合格が認められていると、こうありますのでね、1科目ずつということは、今回の試験では1科目だけ受けると、でまた次回の試験でもう1科目受けると、つまり次回というのは今度は2024年の11月ということになるわけですけど、そういう形でもう1科目ずつ試験が行われるその時々にですね、進んでいくということももちろん可能なんですよね。仮に1科目受験して、そしてそれが合格ということになると、6科目ありますからこれ3年間かかるということになるんですけども、もちろんそれも、行っても全く差し支えないと。あらかじめ合格した科目についてはですね、これは期限を、切られるということはありませんので、一度合格をすれば他の科目の合格を積み重ねている間、すでに合格した科目はもうずっとこれは、いわばキープされているというふうに考えてもいいでしょうかね。でこんな形で、第1日目2日目ということで、科目がもうこうやって決まっています。具体的にいきますと、この金融資産運用ですね、これが朝の9時半から試験が始まるんですね。同じようにこのリスク管理、これも第2日目の9時半から始まっていきます。でこれ9時半から1日目2日目それぞれ1つ目の科目が開始ということになって、でここから120分の試験をやりますから、11時30分まで金融あるいはリスク続くんですよね。そして、その後1時間ずつ休憩がありますので、例えば不動産あるいはタックスということになると12時半からということになりますかね。
そしてまた2時間やって、ライフ相続、これまた、間に1時間休憩がありますから、ライフや相続の開始は15時半ですね、3時半で、3時半から2時間試験しますから、この相続でありライフでありが終わるのがそのそれぞれの日付の17時半と、こういうことになりますかね。まあ、1日3科目の受験ということになってくると、まあ、9時半から問題を解き始めて5時半まで問題を解いていると、まあ、こういう日が、9日16日、まあ、2日間、まあ、続くんだと、まあ、こんな、構成で試験が行われています。で、まあ、ここに書いてある内容、今ちょっと補足もしたんですが、もう一つ大事なことをですね、ちょっと上の余白も使って書き込みながら補足しておきたいと思いますが、この6月の9日16日にじゃあ試験を受験するための出願ですね、出願期間は4月の3日から5月の、1日、もうこのように決まっています。もっと詳しくですね、きちっと日本 FP 協会の CFP 試験の試験要項などのところにもうこのように発表されているんですが、4月3日から5月1日で、この5月1日まで出願できるのは、これインターネットを使った出願です。オンラインでの申請になりますので、例えば紙ベースでの出願ということになるともっと早く終わってしまいますのでね、これが最長で出願できる期限、5月1日オンラインでネットで出願するということになります。まあ、ここまでにつまり受験科目を決めたりとか、あるいはこの後もお話しますが何科目の受験をするのかとか、まあ、そんなことを全部整理して決めて、そして5月1日までには出願をするというスケジュール感、ちょっと留意いただきたいと思いますね。でもう一つ、さっき最初のページのところで、AFP の認定者になっていないと、まあ、受験要件満たさないと、まあ、この表だったですね、最初のね、この受験要件 AFP 認定者、じゃあ AFP の認定者にまだなってないという人は、これいつまでに AFP 認定者になればいいのかという、その申請なんですが、まあ、日付のことなのでもう一回この2ページ目の方の上に書き込みますけども、これ4月の20日までなんです。4月の20日までに、これまでにだからこうやっていきましょうね、4月20日までに日本 FP 協会に対して AFP 認定者となるための申請が必要なんです。これもオンライン申請ですね、あくまでもね。ですからまずはまだ AFP の認定者になってないんだと、例えば今認定研修を受けている最中だとかね、こういう方がもしいたら、もうこの認定研修が終わって修了証を手にして、そして4月20日までにはFP 協会に対して AFP の認定、これの申請をする必要があります。でこれしておかないと受験要件満たさないので、いくらこの出願の日付がこう迫ってきてもですね、出願ができないですね。まあ、これ4月2日までに申請をすれば、ここでまあすぐ申し込むとこの5月1日までの出願には間に合うような、まあ、こんな流れになっていると、こういうふうに踏んどいてもいいでしょうね。でまあ、ただFP の認定者4月20日までといって、今認定研修まだ続いていたとしてもですね、もう6月に CFP の試験が迫ってきていますから、もうこのあたりはちょっとこう時間的に詰めた感じで、その認定研修の終了であり CFP の受験科目の勉強でありということをですね、こう詰めた形でですね、ギュッという進めていかなければいけないところになっているかもしれないですね。で、まあ、この科目が6つあってと、でそれぞれ科目受験ができるということですから、じゃあ科目選択の話などはまたちょっと次のお話にして、このまま今見ていただいている資料のですね、次のテーマに行きたいと思うんですが、合格率と合格の基準とあります。この CFP の試験はですね、試験が終了した後、合格率、それから合格基準、これが毎回公表されています。もちろん試験問題などは試験が終わった翌日にもすぐ公表されるんですが、当然この合格率合格基準は、まあ、合格発表をもってですね、これがホームページなどに公開されているという中で、そこで、まあ、直近の2回分、まあ、これを今この資料の中ではまとめてあります。2023年の6月、それから2022年の11月、まあ、場合によってはですね、このあと2023年の11月の試験、これの合格発表があれば合格率合格基準もまた追って出てきますのでね、また時期がもう少し今進んでいくと、この2023年の11月の合格基準などもまた確認いただくことができるんじゃないかなと思いますね。でこの表の中で、じゃあこの特に合格の基準という方の2桁の数字、まあ、これにちょっと注目をしていただきたいんですが、これが出題数50問に対する正解数、まあ、この数値ですね、27、31とこう並んでるんですが、この27、31問の正解をすると、
その試験の回では合格であったということなんです。つまりまずここで言えることは、合格基準はこれは一定ではありません。2級までの試験が6割の正解で合格と、まあ、こんなふうにこうなっていたと思うんですけども、一律6割というような基準ではないんですね。試験の回ごとに、そして科目ごとに合格の基準というものがこのように動くということになっているんです。ですから、まあ、この合格基準が、まあ、これ過去のも含めてちょっと確認いただいて、どの辺までこの得点を取れるように仕上げておけば、まあ、確実に合格ラインになるのかということもちょっとこう睨みながらやっておかないといけないかもしれないですよね。まあ、とは言っても27とかですね、26なんていう数字もありますので、まあ、6割取れていなくても合格できるとも言えますし、逆に言うと30を超えている数値もありますから、そのあたりですね、どのあたり着地点として勉強を進めていくのかということですね。これもちょっと、まあ、この後触れていきたいと思うんですが、この中で、まあ、数字として、まあ、最も小さい数字はこの26でしょうかね。このあたり、これ26、確かにですね、問題が難しいということであったりとかいうこともあれば、このようにですね、非常に低い、まあ、5割をちょっと超えたところの問題に正解できれば、この2つ今丸振ったところは合格できたわけですよね。で、まあ、その次に27というところがこう比較的多くこう目立つんですけれども、27、まあ、これももう6割届かなくても合格だということが比較的4箇所ですから、今マークつきましたね。で、まあ、27、26というの確かにこのように結果としては出てきてはいるんですが、決してここがね、ゴールでないという着地点ではないということは多分お分かりいただけますよね。他の科目は30超えてるところありますので、やはりまずは6割というのが一つの基準にはなっているはず。ただ6割得点取れたからといって、まあ、これ合格できないということも当然考えられますので、やはりじゃあ少し整理して、まあ、切りのいい数字で言うと、やはり7割、まあ、問題数合格基準で言うと35、これをですね、まず目標値と掲げていいと思います。で、35、まあ、切りがいい数字かもしれないんですが、これ35というですね、基準よりも高いという試験会は今まで一度もなかったんです。これよりも、まあ、高い数値を取れたのに合格ができなかったということは一度もありませんから、まあ35、まあ、これ金融あたりから見るとさらに9問8問上乗せするという数字ですけれども、もう35まで取れていたらもうこれは心配ないというふうに、まあ、言い切っちゃってもいいかもしれないですよね。で、タックスあたりになると33とかですね。で、これ33が1箇所ありますが、この1つ前の2022年の6月の時もタックスは33でしたのでね、まあ、タックスは傾向として30はいつも超えているという基準も出てきていますから、まあ、タックスあたりを考える方は特に35、これはもう死守しなければいけない一つの正解問題数であり、で、まあ、金融あたりはちょっと傾向としていつも30よりも下回っているのでね、金融あたりだと、まあ、これ30あるいは31、2ぐらいまで、行っておければまず心配はないかなという数字だと思います。全体で言えることは、まあ、これぐらい35というところを大きな目標として掲げておいていただいたら良いと思いますね。で、合格率、合格基準ってありますが、これ合格率がですね、まあ、大体この 30% 台の後半なんですよね。つまり受験者数に対して大体3割から3割少し、3割強ぐらいの人を、まあ、合格者としてこう輩出していこうというようなですね、傾向がこう見れるんですね。つまり受験者に対して、まあ、上位の約3分の1の受験者を合格とするんだと、まあ、こういうような傾向かもしれないですね。で、そうすると金融27、26とありますから、やっぱりちょっとこう難易度が高いということになると、上位の3割を合格にさせようとしてもそこで切ると取れた得点は26であり27でありということに落ち着いてしまったということかもしれないですね。で、その、まあ、受験者に対する約3割ということになる、あるいは 3分の1ということになるところなんですが、受験者数はこの2023年の6月の試験でいきますと約1万2千人です。1万2千人で、1万2千人の人が、まあ、頭数として受験をしてるんですが、これ科目別受験ができるわけですから、各科目の受験者はですね、大体3000人前後なんですよね。
例えば、タックスが2900であったり、リスクが3200であったりということで、まあ、3000人前後ということになると、これ単純にですね、まあ、平均値として出してしまうと、まあ、1万2000人の人、まあ、1人当たり、だいたい1科目もしくは2科目の受験なんです。もちろんですね、この1万2000人の中には、もう全部で5科目は受かっていて、残りの1科目だけ受験という人も含まれるはずですから、当然その人は1科目しか受験しないわけですが、単純平均、単に割り算だけしてしまうと、まあ、1.5 という数字が出るんですよね。1.5 ということは、まあ、1人2科目すら受験しないで、その2023年の6月試験を迎えた、出願したということかもしれません。で、このように今までのその科目受験のですね、その人数から見ると、決して多くの科目をまとめて受験するという人はあまり多くないんですよね。で、最も極端な例なんですが、6科目を全て出願すると、1回の試験にですね、まあ、2日間に分けて、で、それが例えば、じゃあこの2023年の6月の試験ってどうだったかというと、この1万2000人余りの人の中の6科目を出願した人、これ187人しかいないんです。これ187人、まあ2% ぐらいしか、 1.5% ぐらいしかいないですよね。187人の人が6科目全部出願しました。まずここだけでも非常に6科目まとめて出願する人は稀です。で、この187人全部6科目出願した人が、じゃあ6科目受かったんですかというと、その中の受かった人は21人なんです。つまり1万2000人の中の21人の人だけが1回目の受験で全部合格できたという人にもなりますから、やはりここはですね、早く合格者、早く CFP 認定者というのも分かるんですけども、これ過去のデータなどから見ていくとですね、この科目受験ができるということを一つのメリットと考えて、まあ、分割した受験をするということの方が最終的には着地しやすいということにもなるかもしれないですね。もちろんそのもう一つの11月の試験であっても、やはり1万2000人弱の人が、受験をし、そして、6科目まとめてという方、非常に限られているということになっている試験でした。その下のところへ行きましょう。今度は1級との関係なんですね。ここはですね、まあ、矢印の表あるんですが、結論としては一番下に書いてあるこの1行の文を見ていきましょう。CFP6 科目合格者は1級 FP 技能検定の学科試験が免除される。免除、つまり学科試験はこれ受験する必要がないということです。じゃあどうすればいいかというと、その上にありますが、1級検定の場合のこの実技、これだけ受験して合格をすれば1級 FP 技能士の資格を得ることができる、こういう流れがあるんです。この流れ、左からこう矢印が続いているんですが、もちろんこの AFP であり CFP であるという認定者としての流れを進んでいない場合はですね、これ下にも大きな矢印ありますが、1級の学科合格で、1級の実技合格、そして1級 FP 技能士、まあ、技能士としてのですね、流れとしてはこの表でいうと下の方向を進んでいます。まあ、3級2級1級という技能士資格並んでますね。で、一方でCFP の資格審査試験、これ AFP 認定者から流れていくところですけれども、この資格審査試験 CFP、 これ6科目合格者となった時は、これ矢印がこれ下側ですね、1級の実技というところに矢印を次つなげてあるんですよね。学科のところはこれ通り越しちゃってますから、つまり CFP6 科目合格すると学科は受験免除だということになります。で、じゃあそれでどうなるか、最終的には6科目合格した CFP の合格者ですから、当然ながら手続きを踏めば CFP の認定者だということになるわけですし、同時に1級の実技に合格をすれば1級 FP だということで、ここで最初にもお話をしたこの FP という資格がですね、いくつかある中で最も上級と呼ばれている資格の両方をですね、得ることができると、こんな流れになっていくんです。で、これをこの一文でも強調しているわけなんですけども、1級のこの、学科試験というのはですね、非常にまた難易度が高いんですよね。1級難易度が高い、どれぐらいなのかということになると、合格率がですね、毎回 10% 程度です。で、10% 程度ということは、それより低い1桁の合格率であった時も直近であったんですね。ですから、1級学科試験というのは非常にまた難易度が高いものなので、であれば CFP の6科目の合格、
じゃあ CFP も難易度が高いじゃないかというふうに感じられるかもしれないんですが、これ科目受験ですよね。だから例えば3科目ずつ2回に分けて1年間の計画を立てるとかいうことも可能。一方で一級学科というのは、これはライフから始まって6科目の全てがもう問題として出題されるわけですから、全ての一級レベルの難易度の高い問題、全ての科目をもう学習して準備しておかなければいけないと。科目別ということではなくて、まあ、いわば CFP 試験の6科目を同時受験するのと同じような結果にもなりかねないです。そこで合格率が1桁と、こんな結果も出てしまっている時があったんですね。この AFP の認定者、あるいは CFP の受験ということを考えていなければ、もちろん1級技能士にこう進んでいくと、2級技能士から1級技能士進むとあるんですけども、ここで一つの方法としては一級学科の免除ということを、まあ、ある意味メリットの一つと僕を考えてみても良いかもしれないですね。それでは次の3ページへ行きましょう。3ページ、効果的な学習方法とあります。まあ、これはどの科目を受験するかという話にもちょっとつながっていくんですけれども、まあ、まずそこにポイントとして書いてあるのは、重複事項に留意して科目選択をすると。で、重複事項、確かにですね、6科目に分かれた試験とは言っても、最終的にはこれ FP という共通項になるわけですから、当然重複して項目を勉強するということは多々出てきますね。ちょっと下の方の表にもありますけれども、例えば税金で考えれば、その税金というのはタックスでも勉強するけれども、他の科目でも税金の勉強というのは当然出てくると、まあ、こんなことを言えるかもしれないですよね。で、そこでじゃあさっきの前の2ページにもありました、この6科目、そしてそのスケジュール、まあ、こんなことをですね、こう見ていった中で、そしてじゃあ科目数いくつ受験しようかと、まあ、2科目を受けるか3科目を受けるか、まあ、あるいは1科目か、まあ、いろんな選択があると思うんですけども、まあ、科目数いくつかにする、いくつにするかということと同時にですね、じゃあどの科目を選ぶかにあたっては当然勉強での重複項目があるのはもう当然です。じゃあそこでどれを選ぶかと、2つ以上選ぶときどうするかって考えたときは、まず得意な科目、これを一番に考えてみていきましょう。何が得意で何が場合によっては不得意かと思ったときにですね、その不得意、ごめんなさい、得意というのは、これは2級までの勉強を今までこうやってきたわけですから、その中で非常にこう自分としては身につきスピード早かったなとか、あるいは2級の試験の時も非常にスムーズに回答が出せたな、得点取れたなというのがやはり得意かもしれないですよね。ですからまず科目選択の1点目は得意な科目、まあちょっと言葉を変えると、まあ勉強してて好きな科目とかね、あるいは興味のある科目とか、まあこんなものを選ぶのがまず科目選択の1番目の要素だと思います。で、2番目がじゃあこのたすきがけになっている表もありますけれども、例えばですね、実務関係に近いものですね。実務関係というのは、例えば保険の関係で仕事をしているとかですね、あるいは他の資格を持っているとかですね、不動産の関係で仕事をしているとか、まあ、不動産関係、例えば宅建の資格を持っているとかですね、そんなことになってくると、じゃあこの不動産と、あるいは保険ですからリスクと保険、まあ、このあたりを、まあ、まず受験していくかとか、まあ、こんな形で実務関連の深い科目、これを次に考えるというのも方法かもしれないですね。科目選択の要素の2番目は、実務、仕事関連に近いものを考えていくと。じゃあ3つ目、まあ、3つ目がこれ科目選択のポイントの最後なんですけども、今度このもう一度2ページ戻りました。この当日のスケジュール、これをよく、見てですね、考えてですね、そして選ぶというのもありだと思います。当日さっき触れましたけども、1日3科目で1科目目が9時半から始まってという流れでした。で、これ3科目受けようと考えた時ですね、やはりもう2日間が試験日なんだと考えて、1日の3科目全部受けて2日目は他の予定があるから受けないというのは、これはちょっと避けた方がいいですよね。つまり3科目受けるんだったら、まあ、2つと1つに分散するとか、あるいは2科目受けるんだったらそれぞれ1科目ずつ受けるとか、まあ、こんな形で組み合わせる必要がいいと思います。例えば同じ日の中で仮に2科目受けようとした時も、例えば金融とライフというようにですね、これ間の時間は受験をしないということもありかもしれないですね。もちろん初めて受験する方ということを前提で今いくつかのお話をしているわけですけれども、例えば金融とライフ受験すると、
ちょうどその不動産の試験が行っている2時間プラス間の1時間2時間でですね、この間にちょっと空白ができますよね。でそこで、まあ、例えば、まあ、十分な、休憩の時間を取るとか、あるいは次に受ける科目の準備をするとかいうことも取れると思いますから、2つの科目の連続をさせないということもありかもしれません。で例えば2日目でリスクと相続を受けると、まあもちろんこれが得意な科目なのか仕事に関係あるのかといろんな要素ありますけれども、まあ何らかの要素で自分は選んだんだということをちょっとこう考えて選ぶべきかもしれないですよね。特にスケジュール感大事になってくる。これがまあ3番目ということで、ちょっと今お話として候補を挙げておきました。科目選択がまあできたということで、少し細かい内容に移っていきたいと思いますが、その資料の3ページ目のところの下のところです。先ほど来お話をしているこの効率的な勉強という項目にある35問程度がまあ安全ラインだと、これは合格率合格基準のところでお話した内容ですね。それと2点目、先ほど実務で関係している科目を優先的に受験するのもいいんじゃないかという話をしたんですが、これ実務上日々携わっているからということをですね、ちょっと過信しないようにした方がいいかもしれません。というのはやはり試験の問題として問うことと、それから日常業務の中で行っていることが仮にその業界的には同じであってもやっぱり違うということは考えられますよね。ですからこれ実務で行っているからこれはだいぶ優先権ある、あるなと、安心だなと考えてもですね、やはりもう過去の問題がどうなっているかということで、もうここは実務とそれから試験の重要な事項が違うということ、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。そして3点目が、法令基準日です。6月の試験の法令基準日は1月1日ですから、2024年の1月1日が法令基準日になります。まあ、この日をもって、まあ、施行されている法に基づいて試験問題ということになっていくんですね。でただFP の試験というのは法律の試験だけでは、法律の試験ではないですから、例えばですね、そうですね、経済とか金融の動向とかですね、こういうことになると当然これ法律で決まったことではなくて、その公的な発表された資料などから、まあ、内容を読み取って答えると。じゃあ6月の試験だということになれば、公的な発表となれば、そこから数ヶ月前に公開された資料など、例えば日銀などの資料とかですね、いうことも見ていく必要があります。法令基準日、法的にはということはこの基準日ですが、情報収集はですね、少し広げて行っておかなければいけないということで、その情報収集を広げるべきだというのがですね、これ試験団体のホームページにもあるんですが、時事的な問題についてはですね、別にこの基準日に関係なく知っておくべき情報については出題をする可能性があるんだと、こんなことをホームページ上でこう言っているんですね。ですから時事的な問題って何を指すかといえば、もう日々情報の収集などをですね、怠らないようにしておくということが大事かもしれないですね。そしてその下には、何度も取材されるか全く取材されないか、これはもうその後お話しますが、講座のですね、講義の内容でのそのメリハリ、これをですね留意いただくと、当然ながらどこにその合格のポイントがあるのかということは、掴んでいただけるんじゃないかなと思いますね。つまりテキストあるいはいろんな教材ありますけれども、その中で平均的な勉強をするというのが決して良い勉強ではありません。当然ながらもう取材頻度の高いところに特化をして、でそこで得点を取って、でその得点を30数点取るんだということです。つまり50問問題があっても、必ずしもできない問題があっても、できない分野があっても、そこはあまり深掘りせずにですね、もう自分が身につけたところできちっと合格基準が取れるようなその勉強、まあ、こんなことも講義の中でのお話しするポイントになっていくと思いますね。でその講座のことがその下に出てきているんですけども、今私たちが行っていく講座というのは受験対策講座と、それから実践演習講座と、このように大きくは2本立てになっています。実践、受験対策講座、これテキストを使ったインプット講座になります。まあ、インプットの講座テキストを使っていくんですが、時間数にするとですね12時間です。12時間のインプット講座、それから実践演習講座、これアウトプット、こちらは本試験の問題ですね、直近の本試験問題であったり、あるいは若干遡ったところの本試験問題を編集した問題集を使ってアウトプット、これアウトプットといっても演習するというよりはですね、もう問題の解法などを講義をしていくということになっていくのがこの実践演習講座。
実践修講座はこれは6時間です。12時間6時間、いずれも1科目についてですから、例えば金融のじゃあこの講座を双方受講しようということになれば、インプットアウトプットを合わせてですね、18時間の、この講座での勉強時間です。ただじゃあ合格にはどれだけの勉強時間が必要ですかということになってくるとですね、もちろんそのインプットアウトプットの講義時間以外にその3倍4倍の時間はですね、もう学習していく、自ら身につけていく時間ということが必要になってくるでしょう。一概には言えないですが、当然ながら50時間から80時間ぐらいを一つの目安と考えてもいいかもしれないですね。1科目あたり、そして模擬試験ということにつながっていきます。この講座についてはインプットアウトプットともに今一つ前にもありましたが、当然どこにその品質事項があるのか、どこを解かなければいけない分野なのかということ、このあたりを強調しながらお話を進めるということになっていきますね。資料一番最後のページです。ちょっと一番最後のページの下側のところ見ておきましょう。 CFP の認定制度という言葉がありますね。CFP 今6科目の受験をし合格をしということを続けてお話をしてきたんですが、 CFP の合格者とですね、 CFP の認定者というのはこれ厳密に言うと違うんですよね。CFP の合格者というのはあくまでも6科目に合格したものです。で、6科目に合格した合格者がその後 CFP であるということのライセンスを得るためには認定者になる必要があります。で、その認定者になるための認定制度、これが大きく2点あるんですけれども、一つはエントリー研修というものがあります。で、これ e ラーニングでね、通信講座ということを、FP 協会が実施しているこのエントリー研修を受講すると、主に倫理に関するようなことをですね、身につけなければいけないというこのエントリー研修があります。それと2番目が通算で3年間の実務経験、FP として、何が実務経験かというのはですね、これ細かくその試験団体 FP 協会のホームページにも載っているんですけども、通常考えたら FP に携わ勉強するような内容に何らかの携わりをしておこうというのがこの実務経験です。で、これ通算で3年間とあるんですが、3年間毎日、日付にしたら約1000日ずっと FP 業務をしているかというと決してそうではないですね。3年間の中で実務経験をしたことがあるということでいいわけです。で、その3年間というのもこれ合格前10年からとありますから、もうすでに今始まってるというふうに考えていいですよね。この今始まってる段階で資格認定日まで、つまり6科目の合格をし手続きをするまでにもう何らかの実務を行っておこうと。で、これ実務経験が全くないということになると研修受講ということにもなってしまいますから、まずは何らかのですね、関係のことを行っておく。当然ながら実務として行っても構いませんし、あるいは実務経験ではないんだけども身近なところで友人に対するアドバイスを行ったとか、いろんなことを含めたこの実務経験、具体例載ってますのでね、ホームページなどもちょっと参照いただきたいと思います。で、これを行って初めて CFP 認定者ということになりますので、ここが最後のプロセスということになるんではないかと思いますね。CFP のですね、内容について、時間も限りありましたので少し忙しくお話をしてしまったんですが、まず資格制度について、要点は AFP 認定者が受験要件があるということ、それからスケジュール、すでに6月試験決まってきました。科目受験ができるこの CFP 試験ですから、科目受験のですね、メリット、これを十分に考えて、そしてまずどの科目を受験するかの選択、これが大事になると思います。で、これ選択しないと勉強始まっていきませんのでね、科目受験のメリットは科目の選択からということになる。何をどの科目を選択するか、いろんなヒントみたいなことをですね、お話もしてきましたので少し参考にしていただきたいと思います。そして合格安全ラインが35というふうにお話をしました。過去のデータから言ってもですね、35であればもうこれ合格だというふうに言っても間違いないと思いますので、そのためにどうやってポイントを仕上げていくか、合格にラインに到達できるような勉強をしていくかということ、もちろん講座ではそのメリハリある講座で講義お話をしていきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、それではですね、2024年6月 CFP の試験、ぜひ受験そして合格目指して、でさらには6科目の合格から認定者として活躍されることを頑張って続けていただきたいと思います。それでは CFP ガイダンスを終わります。お疲れ様でした。